今日は本当に真剣に作ってますね。あ、そうそうですね。あ、なんかどこか見たこと、これ製造だこれ。おお、結構なんか森のような形になってますね。難しいですね。うん、思ったより難しいです。はい、さあ、終了、はい、終了。いやー、難しかったんですね。そうですね。まずお花見イベントって見たことのないイベントを作ろうとして、うん、じゃあこれで完成しましたね。はい。じゃあまず飲み物から。おー、はい、おー、シャンパン。シャンパンだったんですね。発表していきましょうか。はい。じゃあそれじゃあ発表いたします。まず僕の方から発表していいですね。はい。じゃあ僕はテーマは食べ物はどうでもいい、とにかくお酒を飲もうっていう、そう思ってる恋人同士 のお弁当です。お、綺麗じゃないですか。2人クロバーみたいな、なんかいろんな運が2人にもっとたくさん会れるようにっていう、その僕の願いが入ってて、一個一個ずつ仲良く食べてっていう、そういうことで一個ずつ入れたんです。で、中はこんな感じです。恋人同士だから愛の火を見ながらいい時間を過ごしてくださいっていう、そういうテーマでこう盛り付けをちょっとやってみました。はい。そのハートはわざと狙ったことだよね。ハートはそうですね。まあ一応デートしてることだから喧嘩するなみたいな、そんな感じでハートをこう中にちょっと入れてみました。で、おにぎりは作ったんですけど、女性にとって口を大きく開けながら食べるってちょっとあんまり嬉しくないんです。だから小さくちょっと知ってんね。 ありがとうございます。優しいですね。ありがとうございます。で、それでこういうのをちょっと作ってみました。じゃあそれじゃあ、はい、いよいよ森の弁当、はい、緑の弁当僕はテーマは森ストーリー。森の中でいろんなことがある、行われる。ヒストリーからちょっと変わってきた森ストーリー。そうですね。なるほど。パクリしてみました。なるほど、はい、じゃあその中であげてください。どうぞ。はい。まあ人物は主人公が3人で、緑の森弁当って言われてちょっと結構緑の感じじゃないかなと思ったんだけど、ものすごいこのサラダが白の。それが最初はどういうことですか。ちょっとスパゲティを入れてみて。なるほど。それでなんか色的になんかざまになってるから、どうやって隠すんだろうと思って。隠すためのそうサラダですか。そうですね。でもサラダとスパゲティが混ぜたらその味が、ね、さらにいいっていう、そういうちょっと昔ちょっとどこかで聞いたことがあって。ああ、なるほど。はい。それでその中からなんか最初はその地面が一番重要だと思って、地面自体をちょっと、なるほど、盛るようにちょっとね、わさびとかそういうふりかけをちょっと入れてみました。ああ、緑のわさびを。そうですね。それ、なるほど。雑草、そうですね、見えるよ。そうです。その中でやっぱり盛りといえば木が重要だから、それでブロッコリーを。そうですね、ブロッコリーをそう入れて、その中からその遊んでいる。これってカエル？カエルになりたかったキリンです。こいつは？こいつは分かんないですね。まだね、生まれてないその微妙なカエルです。そう、玉の中のカエル。
微妙な回復、そうそうそう、今目だけ生まれてきた、生まれてない、そういう玉からまだ出てきてない、そう、それじゃあこの、 あの黄色の卵は、はい、これいやこれこれは意味ないですなぜかというと、なんかこれはなんかこれだけで食べるとちょっと体にあんまり良く なさそうに見えるから、ただのオブジェ、そうです、ただのオブジェです、意味ないです、なるほど、これをいらないです、いや、え大丈夫、これこれでいこう、あ、なるほど、じゃあそしたらスパゲティも食べれば食べると大きな問題になる、なるほど、赤いからね、なるほど、でもここは遊んでいるマットとして、なるほどね、うん、じゃあこういうことで、はい、お花見弁当作りをやってみました。皆さんいかがですか、弁当かビールかお酒かそれはどうでもいいですね、そうですね、すごく大切な人と一緒にお花見できれば、うん、それで十分ですよね、そうですね、はい、皆さんぜひちょっと花粉気をつけながら、美しい花を見ながら楽しい時間を過ごしてください。それでは東進でした。